ベンツェル・オイゼビウス・フォン・ロプコビッツは、ハプスブルク帝国領ボヘミアの貴族、政治家、外交官、公爵、ザーガン公爵。ボヘミア大法官を務めたズデニーエク、ボイチェフ・ポペル・フォン・ロプコビッツ公爵と、その妻で富裕な女子相続人のポリクセナ・フォン、ペルンシュテーンの間の一人息子として生まれた。自身も巧妙な財政手腕で、かなりの財産を蓄えた。 学業を終えて1631年に皇帝軍に入隊し、やがて政治家、外交官として著名になった。1646年には新生ローマ皇帝、フェルディナント三世にシュレージエン地方のザーガン皇領を授けられた。この皇爵領は、アルブレヒト・フォン・バレンシュタインが1634年に死んだ際に皇帝が没収していたものだった。1644年、 金羊毛騎士団の騎士に助任された。次の皇帝レオポルト一世からも寵愛され、1657年には宮廷顧問官会議の議長に就任、事実上の最小として国政を思うままに動かした。母が熱心な親スペイン派で有名だったにもかかわらず、ロップコビッツはフランス宮廷と同盟関係を築き、ウィーン宮廷内の親スペイン派と敵対していた。 1674年、レオポルト皇帝の2番目の妻クラウディア皇后と対立したことで失調を被り、ラウドニッツの所領に披露させられた。1638年11月3日に、ヨハナ・ミシコバーゼ、ジルニッツと結婚したが、間に子供はなかった。1653年2月6日にプファルツズルツバフ派、公アウグストの娘、アウグステ・ゾフィーと再婚し、 マニ5人の市場も受けている。ウィキメディアコモンズには、ベンツェル・オイゼビウス・フォン・ロップコビッツに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。